突然、エーモン株式会社から巨大な荷物が生の家に届いた。一体何が届いたのか。はい、どうも、スイナムです。イエイ。今日はですね、社内からお送りしております。なんと、杉並、エーモンさんから提供をいただくことができました。イエイ。ちなみに、エーモンさんの商品は結構使っていて、デッドニングキットもエーモンさんで買って、今フロントはデッドニングしてあります。リアはしてないんですけど、まあ、リアもいつかやろうかなと思ってます。で、今回なんで社内から撮ってるかっていうと、最近ちょっとロードノイズが気になるようになり始めまして、で、エーモンさんから出てる静音計画っていうのがちょっと気になってて、探してたらちょうど連絡をいただいて提供をいただくことができました。で、今、ホイールとタイヤを変えて、どんぐらいで半年経ったかな、経ってないぐらいなんですけど、昔16インチを履いてたんですが、そんないいタイヤではなかったので、まあ向こうの方がロードノイズ気になるかなって思ったんですけど、なぜか今の17インチのタイヤの方が気になるっていう感じですね。まあ、インチアップぐらいでそんな変わんないと思うんですけど、でなおかつその今タイヤつけてるのがコンフォートタイプで、その乗り心地重視、あとロードノイズが少ない静音系のタイヤのパターンなんで、本来なら気にならないはずなんですが、ちょっと高速とか、ちょっとスピードを出すと音がゴーッと聞こえるようになってしまったので、静音計画をちょっと今から検証をしてみたいと思います。実際本当にそんなに変わるのかなっていう感じなんですよね。で、一度杉さんが、シルビアに、マットをつけたんですけど、実際そのつけた後と比較で、このなんか下から突き上げる音が減ったっていうのを聞いたんで、メッセもやってみようかなと思って今検証で撮ってます。
ただいたでしょうか、ロードノイズを。このロードノイズでこれが防げるかどうか、あんたがうるさかったのがどれだけ静かになるかっていうのをやっていきたいと思います。エーモンさんからこんだけ提供いただいたのに静かにならないわけない。それではやっていくよ。ロードノイズ軽減マットの切っていきたいと思います。今引いたのが L タイプの1枚、無駄にしたくないんでね、運転席と助手席でちょうどぴったり2枚取れますね。こんな感じで、はみ出たところを切っていきます。ハサミ1本で作業終了ということで、使用効果はこれだけです。では切っていきます。はい、助手席側なんですけど、あのペンで書くよりもこれ指でギーってギーって引くんですよ、爪で。なんとじゃーん、線が出る。ペンで書かなくても指でこうギーってやればこう見てもらえると分かるんですけど、跡がつくんで、ペンで書かなくても爪でやればできました。でもこんな感じで完成です。こちらで、運転席はここにロック、マットずれのロックがあるんで、そこにも穴開けなきゃいけないんで、まあ一応こんな感じで全部運転席、助手席、あとここの真ん中についているやつと、あと後ろの席、このタイプが2枚あるんでね、後ろの席をこれでやって、とりあえずはロードノイズ対策のフロアマット、軽減マットを引いていきたいと思います。それでは車内にやってまいりました。でシート外したのこんな感じ。終わりました。とても簡単です。助手席はただ1人だけです。マックがないので、ワマットを戻して、こんな感じ。はい、こんな感じでリアも来ました。で自分の4駆なので、ここにプロペラシャフトが入ってるんで、ちょっとここも元は引きたかったんですけど、また買ってここと、あと前か前のここにも引きたいと思います。あとオデッセイはもう1シート後ろにあるので、 M を買えば多分こことここ、あと後ろのここのここの部分ですねっていうのを引けると思うんで、また1枚買って、とりあえず1枚買って引いてみたいと思います。
スリナムって知ってるか？知ってるよ、あの面白い動画出してる YouTuber だろ。 Yes! でもな、あいつらな、すぐ更新すると決めてねえからさ、わかんないんだよ。そんな時登録ボタン押せばいいんだよ。なんでその登録ボタンっていうの？マイケル知らないのか？知らないよ。ここに出てるじゃないか。今すぐクリックして。ここ押せばいいのかい？はい。わお！できたよ。Yeah!